ハロー、沙織です。いっ、地震来たね。また地球の流れが大きく変わります。これで地球、人々の流れが大きく変わるんだけど、なので今回のリーディングは急遽撮ってます。撮り終わった、もうリーディングし終わった。マジかよっていうぐらい良かったよ。ちょっと最初に一つだけ注意点を話させて。なのでこれは聞いてください。YouTube 見ましたってたくさん DM をいただくんです。で、それはすごいありがたいのよ。ありがとうと思うので、今忙しくって量が多すぎて返せてなくって、リアクションだけを返してるんだけど、読んでますよちゃんと。なんだけど中にめっちゃくちゃ長文で、もう史上を赤裸々に語ってる DM が来ることがあるのよ。で、その場合ってマイナスプロモーションにしかならないです。自分をちゃんとね、知った方がいいよ。なぜこんな YouTube の中に私にこんな史上を赤裸々に語りたいのか、まず聞いてほしいんじゃんね。でも目的は聞いてほしいんじゃなくて、その先にあるから得たいものがね。なんでこんなに私は会ったこともない沙織さんにこんな長文を送りつけようとしているんだっていう。大体の人は YouTube 見てます、どこどこで見つけました、で感想をありがとうございました、応援してますとか、これからも楽しみにしてますとかがほとんどなのよ。すごく気持ちよく読めるのね。だけどそうじゃない、もう永遠に長文っていうのは今日に始まったことじゃないんだけど、ちょっとあまりにも増えてきたから。それ、そうなんですよ。登録者数も増えて、再生も回る数が増えてきたら見てくれる人が多くなるからね。私コメント閉じてるし、コメント開けれない理由ここなんだよ。もう赤裸々に疑ってってなるの。私ずっとリーディングで言ってるじゃん、それって。なんでこんなに聞こう、話そうな、こんな事情を DM したいんだろうって疑えば、話を聞いてほしいの先にあるんですよ。何回も言うけど。んで、私ね、文字からもエネルギーを感じる人なので、自分が書くからね、書くときにエネルギーを気をつけているので、ノート書くじゃん、概要欄に貼ってる。で、手書きのノートも書くじゃんね。でね、下心丸出しの DM があるのよ。あわよくばアドバイスが欲しいみたいな。それマジでないですよ。がめつい。そもそも無料で見ておいて、受け取ってないのよ、まず。受け取ってないから、そういう下心とがめつさを出してくるわけで。で、さらには、私、有料でコンテンツを販売してるのね。もう個人セッションしてるじゃんね。だから、なんでその私に対して、あわよくばアドバイスが欲しいみたいなノリで言ってくるんだろうと思って、無視します、普通に。で、あまりにもしつこかったら、やめてって私送るのよ。でもそのやめてっていう時間も嫌なの。私時間は買いたいぐらいの、時間売ってないかなっていうのが口癖な人なのよ、私って。それぐらい時間が大事なの。一番大事なのって時間なの、私の中でね。もう命とは与えられた時間っていうって思ってるから、もうそうだから、私はね。だからね、こう、うだうだ長文ごめん、私興味ないってなるから、それはね、送るのをやめてほしいし、まず、本当自分を知ってあげてください。本当に知らないから。つまり、私に対して、私は知りませんっていう表明をしてるだけなのよ。で、リーディングは見ているけれども、内容は全く理解していません。知ったかぶっていますっていう PR なんですよ。だから、マイナスプロモーションなだけ、マジで。それに対して私は一切返答しないので、無責任じゃん。だって一方的な長文に対して、こうじゃないんですか、ああじゃないんですかって言えないもん。会話してこそだから。なんで、なんでって、私は問いかけてじゃないと答えられないから。だって妄想かもしれない、それ全てね。一方的な話かもしれない。だって一方的なことしか聞いてないもん。特に恋愛のことなんて相手の事情知らないし、私だから無責任にアドバイスはできないし、私そういう無責任なアドバイスもしたくないのよね、そういう人には。
あのがみついし、本当にそれこそ自己愛性パーソナリティ障害丸出しなので、知ってあげてください、自分のことを。それはリーディングでは知れません。あの自分で自分を知ろうとしなければ、リーディングサーフィンしてても無理ね。で今回ね、ちょっとすごいことが起きて、あの地球の波動がねやっぱすごいんだわ。まあ私のエネルギーとの相乗効果もあるんだと思うけど、地震が起きると人も変わっていきます。当然エネルギーも。ただその長文を送りつけて自分を見ないことをしてる人は何の恩恵も受けれません。受け取れないからね。で今回あなたが向かう新しい世界をリーディングしたので、内容がまあ恋愛要素が入ってるのもあれば人生そのものなのもあったんだけど、すごいなっていうぐらいもう覚醒を促されている人もいて、やっぱり感覚がいい人はね。で何がびっくりって、私このウィスパーズオブラブから、うん、適当に3枚だから、適当だから無意識だよね、適当に3枚引いたらどれも2人のカードだったの。もううわっと思って、パートナーシップイヤーの幕開けですね。これはバレンタインだしね。そうなんか来年からパートナーシップイヤーとかって言われてるけど、スピリチュアル界ではもう私絶対今年から始まってると思っていて、なのですごいなと思って。でリーディングもやっぱ神がかりなのよね。そうすごい、なんかそう伝えられてる感がすごくって、まあ、いいんだけど、いいんだけど、まあマイナスプロモーションはやめてくださいって話。私に PR したいんだのって誰かに聞いてほしいだけで、私じゃないから。まず別に言いたい人はいるはずで、その人に聞いてもらえばいいし、占い師とかたくさんいるじゃん、電話占いとか。お金払えば聞いてくれるから永遠にね。だからもうそんなやめてほしい。いや本当にっていうか、まあ教えないけど、私はええっていう、なんかなんでこれ自分で気づいてないのっていうのたくさんあるんですよ。あるの。あもったいないなって、まだまだこれ軽症なのにここで気づかなかったら悪化するのになとか。たまに重症の人もいますよ。もう何言ってるかわからないから。だからね、本当見て、ちゃんと自分を、話を聞いてほしい。それは何なのかまでちゃんと問いかけないとダメだよ。そこに対してなんかあれだよ、俺を言いたかって嘘だから。もう YouTube 皆さん、とっかかりが、とっかかりを使ってるだけだからね、きっかけにしてるだけなのね。もうそこも顕在意識のとこでやってるから、直視すればわかるんですよ。わからないならもう自分を見てきてないんだから、もうわかることがないんです、現時点では。わかろうとしてないんだからね。それちょっと本当に本当にちゃんと言って、いやいいけど、言ってること聞かなくても、私に長文を送りつけて、だってわからないもん。誰かわからない人からさ、いついつどんな人と出会って、どんなことで、どんなことで、どんなことでって永遠に送られたら、あなたはどう思いますかって話なので、このリーディングでこの選択肢を選んだらこうでこうで、実際にこうで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 とか、もうびっくりせえへん、そんな DM が来たら。私びっくりすんのよ、私に言うて何になるんと思って。だから意味のあることをしてくださいね。マイナスプロモーションはやめてってこと、自分いじめたよ、ただのね。ということで A です、 B です、 C です。はい、直感で選んでください。 ABC ということで、選べた人からいってらっしゃい。じゃあねー、バイバーイ。はい、A の人行きましょう。上、現在、下、これから向かう新しい世界。よし、オープンしましょう。今、プロテクション、ゴーイングフォワード。なんか美しいよ。自然。イマジネーション、初めて見たね。ソードのページ。エンプレスアウェイクニング、何これ、現状めっちゃいいじゃないよ。ちょっとこれだけもらいます。ソウルジャーニーはもらう。
あ、これいいじゃない、やっぱ新しい世界で出すと。いやでもこれ現在でしょ。めっちゃいいじゃん。想像力、想像力、イマジネーション、想像力なんだけど、あ、創造的側面を大切に育みますって、あのクリエイトの方の創造的側面ね。心は境界なく自由に旅し、宇宙意識と融合することができますと。この世は全てがイマジネーションのエネルギーから始まります。あなたが想像できるなら、あなたはそのようになることができます。あなたが人生に求めるものをイメージし、その思いに愛を込めましょうということです。創造性をブロックするものを想像力が駆使して取り除き、夢を実現させましょう。クリエイティビティをブロックするものをイマジネーションで駆使して取り除き、これ妄想してっつってるんじゃないよ、じゃないよ、これは妄想してんじゃん、まさかのか、なんか夢を持ってるか、目標を持ってるか。あ、本当だ、解放だったんだよな、これ。ちょい待ち、ちょいお待ち、うん、解放だよ、これ魂の解放だ。なんか変化に向かってないですか。もうそもそもアウェイクニングが出てる時点でも変化だから、エンプレス聖地めっちゃいいじゃん。一つ前のリーディングと大違い。ゴーイングフォワードってこれ私初めて弾いたよね。これちょっと私いいもらっていいかな。今の状況めっちゃいいじゃんよ、緑の丘、全身、あ、子孫繁栄、高い生産性、愛、健康、豊かさが手に入ることを伝えている。あなたの人生でさまざまなことが拡大しています。そのまま進み続けてください。周囲の出来事に気を取られてしまうこともあるでしょう。でも豊かさを増やし続けてください。あなたの必要とするものは必ず与えられることを知ってください。あなたの人生は拡大しています。それはあなたに幸せをもたらします。これめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。でプロテクションでしょ。え、何これめっちゃいいじゃん。なんでリーディング見たんっていうぐらいいいけど、これ私のこと超いいけど、私今私超調子がいいんだ。これはあなたは守られています。勇敢でどんなことも切り抜けるでしょう。その強さを失わないでください。あなたにはリーダーの素質があり、人生を自由に想像することができます。あなたの英知は深まり、それは周囲にも伝わっています。このカードはあなたの資産を守るようにとも伝えています。あなたの家、あなたの愛する人たち、そしてあなた自身を大切に守りましょう。これ私に言われてますかね。そうなの、だからもうあの私の時間って、私お金を出してでも時間を買いたい人なので、この意味不明な DM を長々送られてくると、もうすぐもう私嫌なのね、ブロックしたくなるの。いやそうじゃん、だって誰か知らないし、あ、それを言われてんのかな。じゃあ再度言っときますけども、あの私無料相談所なじゃないので、行列のできる相談所でもないので、あの無料で何かを得たいがめつい人は、その無料で話を聞いてくれる人のところに行ってください。友達がいないんでしょうか。私は友達じゃないし、私無料でそういうご奉仕とかもしないので、全くもってそういう空気の読めない人に使うエネルギーもすごくしんどいからね、絶対やめてね。これ私のこと、私のこと、ね、いいじゃん。女帝聖地ソードのページ、新しいことを始める、覚醒、もう何も言うことなしですよ、これ現状、未来、
暗いな次に進む世界の方が暗いよ。フォーカステイキングリスクピース、あ、いいじゃん、平和。ワンドのキング、ペンタクルの8のリバース、ペンタクルの5のリバース、うん、ちょっと待って、暗い、ちょっと待ってよ。まあ、自分の向かう世界はさ、自分でも決めてるからさ、いくらでも決め直せるしさ、いくらでも決めれる、いつからでも決めれるしさ、これ めっちゃいいのに、なんでこんな暗いものが出てきたの？ちょっと意味もらいます。あ、オッケーオッケー、あ、違和感を大切にしてって、体で受けてる直感を確認し適切な対応を取りましょう。その違和感があなたに伝えたいことは何ですかって、っていうことはもう直感が効くようになる、もしくはあの体に反応がない人、もう体に反応が出るようになるんじゃない。つまりはもうだって覚醒が終えた後はそうだよ、あの体で感じ取るから、直感もインスピレーションも、いや頭でも感じるけど体も教えてくれるよね。その私の浄化みたいにすぐ体に出るじゃん。フォーカス、フォーカス、ちょっと待って、今日はしっかり意味を見ようと思って、あ、これはいいですね、価値あるものに集中しましょうって、力強く高みを目指して登ってください。これは精神的な超越を示すカードであり、あなたがより高い領域へ近づくことを意味しています。集中していてください。あなたの意識は高まっています。あなたは展開に近づいています。これは私のことでしょうか、私のことでしょうか。で、リスクを負う、リスクを負うなんて言ったらしょっちゅうだもん。冒険してだって、あなたの恐れに向き合ってください。これまでと違った方法を試してみてください。内なる声に従って未来の失敗を避けようとせず受け入れてください。失敗に直面する勇気がある人たちが後に大きい成功を収めていることを歴史は示しています。これは私関係ない、私あの恐れとかないし、あの勇気あるしすぐ立ち向かうから関係ないとか言って、私のリーディングじゃない、これごめん、 A の人ね、 A の人だって、あの失敗とか恐れるなんて私いつも言ってるじゃない、そういうこと。でももう分かってるでしょ、こんな精神を超越してるとかさ、展開に近づいてる人があえて言われてるってことは念押しだよね。つまり挑戦しようとしてる何かがあるんでしょ。でそこに対して、まあ、ソードのページ出てるしな、そこに対してなんかちょっとビビったりとかひよったりとかしてるんじゃない、ひよらんでいいよってこと。もうレッツゴーですね。なんかこれもう背中を押されてるよ、やっぱ地震で流れが変わったな。私は愛の存在です、私はネガティブなエネルギーを手放しますというカードです。これはあなたの魂が本質を生きるためには心のバランスが不可欠ですと、あなたに優しく告げていますって。魂の安らぎという本質からあなたを切り離しているものは何なのか意識を向けてくださいって。一人になるのを妨げているのは誰、あるいは何ですかって。あ、これなんか一人になりなさいっていうことを言われてるね。心が不要なおしゃべりに没頭しているときに大いなる源と真に結びつくことはできません。いや、一人の時間とても大事だからね、大事。ワンドのキング、これはもう進み続ける人ですよ、情熱を持って進みます。進む。そしてペンタクルの8がリバースしたのか、うーん、コツコツと才能を、何を言ってんのこれは。
ソードの8のリバース。8と8でまた言ってきてんねんな。ちょっと待って、なんでこんなリバースしてんの？これ現状めっちゃいいのに。このテイキングリスクあたりから様子おかしいねんけど、何これ。あ、不安だ。不安があるんだ。不安があるからこうやかましくするんだ、心の中を。まあ、とりあえずだから頭がうるさくなってんねんな。失敗したらどうしようとか。あなたが向かう世界はね、こう今まで逃げていたことから再度向き合うステージですね。今すごい現状がいいんだから次に向かおうとしてるのよね。だって人って現状が最悪かめちゃくちゃいい時に動きたがるもんだから。まあ平凡っていうのはだから平凡なんですよ。動かないのよ、平凡だからね。動こうとしててすごいいいんだけど、もうこう内側に内側に向かって向かってって言われてるんだけど、すごい不安で。ソードの8はでも動こうとするんだよな。ワンドのキング出てるもんだって。じゃあこれなんでペンタクルの8リバースにソードの8を持ってきたんだろう。あ、これね、何か一つ手放しがあるんだよ。何か一つ自分が得意だと思ってたものとかを手放さないとダメなんだ。手放すんだよ、自分で。これじゃなかった的な。これすごい、あの黒のストライプ。こういうね、リンクするようなカードが出てくるときっていいのよね。ペンタクルの5がリバースしてんねんな。これ喪失感とか失ったとかないないないとかそういうのがもうなくなる。でもあえてペンタクルの5で言ってきてんのはなんで？補足ちょうだい。いいわ、めっちゃいいよここ。吊るされた男、もう直感だよね。直感、もう一点集中。ペンタクルの5で言ってきてるから、これ手放しを言われてるわ。余分な思考の手放し、イラの思考の手放しをめっちゃ言われてる。だから不安になるんじゃない？でも不安になるんだけど、これ月のパワー、月のパワー、何かに後押しされるように動くんだよこの人は。だからこそ不安になるんだよ。情熱で動くから、え、ちょっと待って、失敗したらどうしようとか。だからよく直感に従え従えって。だからこの人は多分今この状態から次は本当にあれだよ、直感とかインスピレーションとかそういうものを受け取っていく世界に変わりますよね。ふわふわスピリチュアルにはならないでね、お願いだから。まあならないと思うけど、これ多分だから私がほら文字でエネルギー読めるよとか言ってるような感じだよ。いや、ちょっとこれはちょっとふわふわっぽいから嫌やわ。とにかく直感とか感覚がイエスって言ったらやるとかさ、そういう本当に宇宙の導きに向かっていこうとする段階だよね。段階、ここの段階では想像イマジネーションとかクリエーションとかやってたけど、ではなくてもインスピレーション、直感、本当魂レベルでのところに行くんじゃない？めちゃくちゃいい、これめっちゃいい。すごいよ。え、めっちゃいいやん。やっぱね、地球が揺れる、地震が起きるってことはね、地球が揺れるし地盤が揺れるでしょ。覚醒が起きる人が増えるのよ。で、起きない人はもう起きないので、ずっとね、一生ね。あ、ちなみに言っとくと、ちょっと演技性人格障害の人はここは当てはまらないので、あ、演技性も自己愛性も、とにかくパーソナリティ障害の人はもうちょっと当てはまらないので。で、これね、44番、マスターナンバーがまた来たよ。数比の44って少ないからね、ある一定の年齢より下じゃないと数比の44っていなくって、すごいな。これはね、信頼を言われてるので、これね、自分が感じたこととか受け取ったこととかは絶対信頼した方がいいよ。だって違和感を信じろとか言われてるやん。違和感をちゃんと感じてとかで、自分を守っていく
もうここで身につけたものは捨てちゃダメだよね。ただ手放しは必要だよ。だから思考だね、思考の手放しだね。今まで支えとしていた思考を手放すんだから、まあそれは不安でしょう。でもいけます、これなら、この出方なら大丈夫。というかもうここがいいから、現状いいから、めっちゃいいじゃんこれ。これめっちゃいい。もう言うことなしで、出すカードもないので A の人終わります。またねー。 B の人行きます。よし。あ、上がね現在、下が新しい世界ね。あ、想像事故じゃないです、これ黙ってんの。あ、ハピネスコミュニティ、今良さそうなんだけどな。あれ、私これ初めて見たよね。ちょっとこれ意味もらう。え、これハピネスじゃん。ハピネスとコミュニティ20も出てるやん。え、これ今良くないですか。今いる世界いいじゃんよ。え、いいじゃん。目的だって、プロポーズ、目的。あれ、びっくりした。私は自分が何をするためにここにいるのか分かっています。あなたの人生の目的は職業とは別物です。というより職業は目的によって導かれています。あなたの魂に響く活動は何ですか。あなたは何に喜びを感じますか。それこそがあなたの魂が指し示して、示している方向です。あなたが自分なりによりよく愛を表現し、世の中に貢献できる道なのですと。直感に耳を傾けてと、よく出るな、直感って。本当によく出る。よし。ソードの2、リバース。マジかよ。ワンドの7のリバースと、カップナイスの聖地、ペンタクルの2、聖地。なんか思いが溢れてるけど、これは。何かとうまくバランスをとってます。バランス取れてるけど、こう、知性と理性のバランスは取れてないんだよね。ソードの リバースちょっと1枚もらう。ワンドのキング、ワンドのキング、ソードの2のリバース。あ、そうかそうか、情熱か、やりたいことがあるのか、そっちに向かってんのか。じゃあ知性と理性のバランス取れるわけないよね。取れるわけないのよ。で、物質的なもののバランスは取れてんのか、仕事となんとかとか家庭とかで、ワンドの9のリバース、ワンドの9のリバース、ワンドの9がリバース。じゃあ、ワンドの7だ。ワンドの7がリバースしてる。ワンドの7のリバースってなんで？インスピレーション7リバース。これ恋愛じゃない？ちょっと待って。ワンドのエース、すごいな。エースが2枚、めちゃくちゃいいじゃん。今これなんか情熱に向かって何か進もうとしてるんだよね。で、思いが溢れてるのか。別に恋愛でも何でもなくて、もう自分の気持ちとか感情とかが溢れている状態、いっぱいいっぱい。なんかでも幸せそうだからいいじゃない。ちょっと次の世界、あの新しい世界、あなたが向かっている新しい世界見ろ。トラストとボヤージュ、あのボヤージュ、浜崎あゆみの聞いてくれましたか。聞いてねって言ったじゃんね。あ、ギルとか罪悪感から来た、来た来た、ギルとギルティはね、ギルティ、私はもはや魂の成長の助けにならなくなった信念を手放しますということで、あの罪悪感を手放しなさいっていうこと、次のステージでは。
これまだ持ってるんだね。だからワンド7はリバースしたりするんだね。なるほどね。もう罪悪感を持たなくていいステージに来るってこと、つまりは罪悪感に気づけるってことです。何これ、オールリバース。エース、ペンタクルのエースも出た。すごいな、この人は。この何この守られ具合、めっちゃエース出んねんけど。カップの2リバース、ジャスティスリバース、節制リバース、全くバランスが取れてないのはワンドの6、めっちゃいい。もう一枚ちょうだい。カップナイトリバース、このミラーが完璧にバランスが取れてるんだよね。ソードの9リバース、ちょっともうちょっと欲しいな。情報が少ないよ。スターリバース、うん、ちょっと待った。あ、戦車。なるほどね、オッケー。これね、次のステージはね、多分自分のこといろいろ分かるんだよ、これミラーって。もう鏡みたいに自分のことをしっかり見れるんだよ。だから今まで見てなかった人は、まず見れるね。あ、そこで動いてんのか、自分の感情とかが。情熱とね。で診断していく。で、絶対新たな道に行きます。この人はボヤージュ出てるから。で、そこでもうもちろんギルトにも気づくよね。ギルトなんて持っててもろくなことないから、必ず手放す時が来るので、手放さないとどうしようもないんだよ、ギルトって。より良い人生を歩むためには。で、なんでこんなリバースしてるのか。これ、あれだよ。今までの思考通りじゃ生きていけないから、思考が変わるから、それ世界とは波長が一回ずれる、波動がずれる。もちろん自分の世界が変わればそれだけです。ただ気にしなくていいです。このリバースに関しては全然正位置で読んでも私は大丈夫と思う。なぜかまずワンドの6が出てきたから、カリスマカード、凱旋帰国カード、これ勝利だからね。こういい知らせが届くとかなのでいいので、ソードの9がリバースしてるから、もうなんかうじ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 っていうのもないし、あと戦車なのでもう動いてるので、運命がなので、もうトラスト、ボヤージュ、ギルティが出て、まあ、スターのリバースも別に気にし、これは気にしな、気にしなかやつだ。ここのね4枚は気にしなくていいんだよ。つまり一瞬バランスは崩れるよ。例えば友達と話が合わないとか、当然です。世界が変わるからね、自分自身の価値観が変わるから、自分が変わるんだから。家族が何言ってるかわからないとか、家族と会話が通じないとか、分かってもらえないなんて当たり前です。人は分かり合えないから、そもそもで分かり合えないものと思って会話しないとね、分かり合えると思ってるから、こう分かってもらえると思ってる前提で DM 送られてくるのすげえびっくりするの私。なんでなんと思って。それって期待なのよね、他人に対する。期待してるから裏切られたとかっていうの、なんか求めすぎなのよ。でなくて、分かり合えないと思って会話すれば分かるように伝えられるんだ。カップのないとで、別に分からなくても理解できなくても価値観の違いなんだから、そこで別に落胆することもない。カップのナイトリバース、カップのナイトリバース、これね、やっぱ恋愛っぽいんだよな。ちょっと待ってね、これちょっと恋愛で読みますよ。私カップの2もリバースで出てるし、恋愛で読むよ。バランスが取れなくなる。それはそう。で、これ恋愛で、相手がいる人ともそう。
気持ちがもう離れるよ、これ。それなぜかというと、あなたが成長するから。釣り合わなくなる。スターもそうだと思う。うん、釣り合わなくなるんだよ。あ、それはそうよ。自分が成長すればさ、今まで好きと思ってた男だって、あれ？あれ？あれ？ってなるもん、そりゃ。大したことなくねえかって。つうか、なんだっていう。それそうよ。それそうですよ。それを言ってきているんだね、これは。カップのにもそう。今なんか恋愛してる人は多分それ終わるんじゃない？夫婦の場合？夫婦の場合はね、ちょっと私、夫婦専用のね、離婚しようかとか、夫婦仲が悪いとかで悩んでる人用のリーディングしようと思ってる。なので、ちょっとそれを見てください。ただ、こう、いろんなものとのバランスは崩れる。で、言われてることっていうのは、そこにね、そこでバランスが崩れたからって引き戻されないでってことですね。こっち側のバランスが崩れてるって自分で思ってる状態っていうのが、自分が変化した状態だから、以前の自分と、変わった自分と比べて、以前の自分とバランスが違うって当たり前のことなのよ。でも、以前の自分にバランスを戻そうとしたら戻るだけだからね。だから変わるってさ、だいたい失敗するのここなのよ。これが分かってないのよ。しっくり来ないとか言い出すの当たり前なのよ。今のしっくりほど疑わなあかんもんないからね。それさ、変わればさ、しっくり来るわけないやん。なのにしっくり来るわって。今しっくり来てることは絶対疑ってると思う。私はしっくりには疑いますよ。今しっくり来てるっていうことは、今のしっくりに合わせてものを選ぶから、世界は変わらないじゃんね。私は進化しないじゃんね。っていうことです。これすごいなんか注意点も出てきて、すごい丁寧だよ。そう、結局この人はなんか軽快にね、旅をする人なんだよ。魚ばっかり出てくるから。魚座の人おらん？魚座、海も出てくるし。月か太陽、魚座、もしくは水のエレメントを持ってないですかね。だとしたら本当にふわふわしないでね。だからカップが出てきたんか、カップの2が、エースと。なるほどな。もしこれで水のエレメント、魚座やったら、魚座ってマジで恋愛するとふわふわするから、本当地に足をつけてください。そんな私は太陽、魚座。本当にふわふわするので気をつけた方がいいよ。自分がなくなるから持っていかれるので。ということでいいじゃん。いいじゃん。罪悪感に気づけるんだもん。罪悪感どれだけのことを邪魔をしてるか。人生において一番いらないものと思う、私は。罪悪感って。だってやっぱこんだけ伝えてくるってことは、こうやって守られているということです。これなんか魂の評議会かなんかでしょ？待って、ちょっと待って、待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。何か伝えようとしてんの、この人たち。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。なんか伝えたいことはわかるんだけど、言葉で入ってこないんだ、これ。ただ、いつもより、このカードはすごい輝いて見えるの、私にはね。いつもより輝きを増してるのよ。そして、私の体が反応した、今。そう、心臓がズキってなったの。心臓がって。そう、最近、インスピレーション、私、結構ハートでがっつり、第4チャクラでキャッチするようになって、何を伝えてほしいのかな？もうちょっと教えてほしいな。そのまんまだわ。輝きだわ。輝き。輝いて言ってくださいということと、そう、自分の輝きを磨き続けること、なんかそれをすごい伝えられてる。いつもこんな輝いてないもん、これ。あと、やっぱり水なんだよな、この人は。感情のコントロールというのは思考だから、感情のコントロールすごく言われてる。やっぱり魚座チックだわ。ということで B の人、あ、魚座じゃないよという人は別に魚座の話は抜いてもらえれば OK です。
魚座チックなんだけどね。もし魚座じゃない人っていうのは直感とか感覚のところをすごく大事にしてください。魚座はあの感覚には異常に長けてるのでってことです。以上です。 B の人終わり、バイバイ。ごめん B の人ごめん、これ読むの忘れててんけど、これロマンスやったけど魚がおるねん。やっぱ魚座ちゃう？魚座か水のエレメントやろ。サンゴもおるし、海の中やもんこれ。え、めっちゃ楽しそうやし、なんかこの人のジャケット、イルカやし、なんかイルカ？イルカに気をつけて。イルカなんか魚とかイルカとかそういうものがすごくインスピレーションを与えてくれるんだと思う。B の人はまさかの魚やんこれ。っていうかすごいな今日。地震の後は覚醒する人が多いの分かるわ。引きがすごいもん私の。そう、魚です。以上です。 B の人じゃあね。 C の人現状早速いきましょう。ビューティフォー。何これ、あのミラクルが出た、ね、何これ。あのどの選択肢もすごいいいんだけど、やっぱしあれかな、ちょっと地震で流れが変わった。めちゃくちゃいいじゃん。ちょっと待ってね、意味を。自己評価自己評価ね、これほんと課題なんだよな、世の中の人の。私は私のためにも人のためにもなる魂の贈り物を持っています。他人を自分より優れたものと捉えるのは簡単です。でもそれはエゴの罠。あなたより優れた人も劣る人もいなくて、自分の才能の生かし方を程度の差はあれ学んだ人々がいるだけですと。あなたは世の中に分かつことができる独自の視点があり、それを確かめ承認するために今回この地球に戻ってきたのです。あなたは信じられないほど素晴らしい才能に恵まれた自分自身に気づいてもいなければ、その才能に波長を合わせてさえいなければいないかもしれませんと。自分の才能に気づきたいんじゃないですか。これミラクルスターシード、ちょっとここ開けてみよう。気づいたか、もしくは才能を今現在生かしてこう楽しくやってるとか。ソードのナイト、はいはい、なんかもう決めました、即行動。そしてここには戦略がきっちりあります。もう考えて動いてる、もちろん前に進んでるよ。止めるためにじゃないよ、進むために考えてます。どんな道でも行きます。ミスター、めちゃくちゃいいんだけど。アウェイクニングで、ワンドの6だけはリバースしちゃったんだよな。あとカップのこと、カップのこと、ワンドの6のリバース、え、動いてるじゃんこの人で。覚醒じゃん、覚醒前でしょこれ。めっちゃいいけど。スター、何か諦めた？なんか過去向いてるよ、2つだけ。なんか過去に未練がある。これ未来向いてるのに、こんなにも。1枚補足もらいます。ワンドの 2？ でも未来見てるけど。なんかためらってるんでしょ、進むことに。自分の才能を知りたいけど知るのが怖い系？もしかして。でもスター出てくるとちょっと恋愛もうんってなってくるねんな。ちょっと待ってね。え、これめっちゃいいよ、到達してるけど。一つの目標にやっぱ次に進む時なんだよこの人。あ、今次に進む時だよ現状ね。で未来、あ、やっぱ次に進むんだ。またトゥルース信じるゲートウェイ、ほらもうほらもう
あなたが向かう次の世界はもうまた次に進む。止まってる暇ない、この人。フリーダム、あ、めっちゃいいやん。もう私、フリーダムっていう言葉が大好きすぎて、もう超自由。大好き、私、フリーダム。まあ、みんなフリーダムなんだけどね。だって思考はフリーダムじゃない。死ぬほどフリーダムじゃない。ちょっと待ってね。意味を取ります。あ、私は自分の幸せを作り出す力と自由意志を持っています。あなたは自分の選択を完全にコントロールできます。自分に正直になることにより、本当のあなたを外の世界に示すことができます。他人の期待に沿おうとして行う決断は、幸せの真の道ではありません。自分の現実を作り出す責任はあなたにあるのです。どの人も独自の人生を歩んでいます。本当の自分をよく知っているのは自分だけですから、遠慮せずに我が道を歩みましょう。もうなんか私が普段言ってることと同じことです。そこに進むんじゃないでしょうか。それがなんかこの人にとってはすごくすごく大きな壁が立ちはだかることだったんじゃないですか。ワンドの3ペンタクル、クイーンリバース、ワンドの4リバース、デスリバース、ソードのエースリバース。ちょっと待って。ワンドの3はもう方向性が定まっているのでいいのよ。ちょっと待って。ちょっと補足もらうね。なんでこの4枚がリバースしたのかな。ペンタクルのクイーンリバースって、力のカード、ストレングス。うーん、ちょっともうちょっと出そう。ワンドのナイトリバース、ワンドのミューズ、キングか。カップの8リバース、卒業だねこれ。何かからの卒業だわこれは。ペンタクルの3、ファンドの8がリバース。ちょっと待って、これちょっとよくわからないんだけど、自由になる。なんでペンタクのクイーンリバースさせたんだろうか。いやな、今経済的にもし豊かだったら、で結婚していてその場所に留まろうとしているんだったら、経済的豊かさよりも自分の自由を取るとかじゃない。あ、そうだね、あの時間の自由とかそっちの方の自由を取るんじゃない。経済的な豊かさ、お金お金お金よりもお金じゃないんだっていうことに気づくんじゃない。でお金に執着があった人なんじゃない。まずで、ワンダのナイト、暴走族、リバースした暴走族。暴走していいんだよねこれ。力のカードが正位置で出てるから、もうそれが全てでしょ。あとですなので、破壊と再生、終わり、死神、終わり、終わる。これやっぱ変わりますよね、この人は。もうだって当たり前だよね、デスが出てるし。ソードのエースがリバースはなんでですか。待ってね、ワンドのキングのに力のカード、もうこれは動くのよ、動くのよ、動くのよ。暴走してるから動くのよね。ワンドの8がリバースしてんねんな。ただちょっと気になることがあって、もう柄がすごい、もうまたストライプなのよねこれ。ペンタクルの3って積み上げてきたこう
今までの功績をちゃんとしっかり見るってことだね。この人3、2枚も出してるわ。で、カップの8はもうこう卒業。だからデスと卒業が出てるってことは一緒に。卒業です。何かから。自分の思考からも、フリーダムも出てるから、何か今まで縛られていたものからの卒業なのよ。そしてそれが、進むことをためらっていたことです。卒業するものって。進めなかった自分から卒業ね。で、自分で道を切り開くっていうことができてこなかったでしょ。その才能があるのにもかかわらず、それからも卒業です。で、それが多分お金に関わること。お金、もしくは仕事。仕事。そして、人に貢献しすぎる人だから、すごい人に貢献するのよね。人にすごい与える人なのね。これ与えすぎなんじゃん。そういうのやめるんじゃん。ってことはこれね、離婚考えている人いない？なんか離婚っぽいのよね。で、お金と子供がいるからっていう理由で別れられないみたいな人が多い気がするんだよ、これ。だとしたらこれ多分別れるよ。自由になるよ。で、そうじゃなければ、何かあなたを縛っていたものから卒業するしますと、これストレングスはもう最強だからさ、重欲合を制すということで、自分のなんか強情な部分とかを、が全くなくせるよね。なんか自分を導けるんだよ、これ。ストレングスって。アクターズ。If your partner is here.これさ、ここに可愛い子がいるの。すごい可愛い。これバタフライが出てるから変化なんだよな。うん、なんかね、変化をすごい言われて、クジャクもいるもん、めっちゃ美しい。クジャクなんかもめっちゃもうラッキーアニマルだよ、クジャクって。すごい見て、ここにも人がいるのよね。何を伝えたいのかな。いや、もう本当に変わる時だよっていう。こういうのは多分すっごい大きなことを決断しなければならないんだと思う。でもそれは自由になるためになんだよ。決断する時に来るんだと思う。だってもうゲートが開いているし、ゲートウェイだもん。ゲート2枚だよ。これもゲート。これも自分を信頼するしかないね。あと宇宙の流れを信頼する。そして自由です。これ今まで自分を縛ってきたもの、動けなかったもの、動かそうとしなかったもの、制限かけていたものからの卒業で、それはお金か仕事にまつわることだよね。お金か仕事をネックにしてた、言い訳にしてたことです。で、制限をかけていたことです。それを手放します。そしたらネタはワンドのキングということです。ワンドのキングとか最高やん。ワンドの3はもう道を決めてるし、ペンタクルの3はもう積み上げてきたことをちゃんと認めてるし、自分で。これいいじゃん。これ自分で自分を認めるって大事だからね。承認欲求向けなくて済むから、そしたら。もはや他人に承認欲求向けてさ、認めてもらったところで、って話を、ところでって自分は満たされないでしょって。承認欲求を向けてない、何もしてない状態で、そういえばなんか、あなたってこんな才能あるよねって言われるのは、え、そうなんて、うそやマジでっていう大発見みたいな、自分で気づけなかったってなるけどさ、それ以外の私を褒めて褒めてみたいなのでさ、いくら褒められても満たされないよね、それは。そう、子供がさ、ママ見て見てお絵描きしたのって2歳ぐらいに言ってくるやん。あの見て見てとは違うからさ。いや、いいじゃん。なんか、すごい、今が大事ですよ。変わる時を迎えているので。やっぱ、自信ってすごいな。自信ってすごい、変わるね。ってことで、Cの人以上でした。じゃあね、チャンネル登録してね。バイバーイ。